胸板やっぱり厚いと女性モテますか？モテますね。モテます、うん、どうもこんにちは、メイクさんの小宮山です、今日なんですけど、今日は、胸板を厚くするトレーニングですね、これを紹介していきたいなと思います。またアワーズ先生に、紹介してもらいたいなと思うんですけど、ちょ、アワーズさん何やってんですか？あ、重さ乗せてました。仕事です。すいません、アワーズ先生です。今日はあの胸トレーニングということで、はい、胸板厚くするトレーニングということで、胸板やっぱり厚いと女性モテますか？モテますね。モテます、うん、モテモテです。モテモテです。彼女何年ぐらいいないですか？5年ぐらいいないですね。え、もしかして募集するんですか？彼女を募集します。彼氏でもいいですか？いや、彼氏はちょっと勘弁してほしいですね。で、まあね、あの彼女がいないだけでモテてます。なんでやっぱり胸板が厚くなる、トレーニングしてる男性の方8割方多分モテたいからっていう理由多いと思うんで、まあ、効率よく胸を厚くするトレーニングっていうのを今日はご紹介していきたいと思います。どんな胸板してるんですか？ぬ、ぬ、うわ、ちょっと胸じゃないですけどね、胸じゃないですけどね、腹筋ですけど。うわ、すげえ。まあでもあのベストコンディションよりはまあ全然まあ 5、6 キロ重いってことなんで、そんなトレーナーをお作りする胸トレ、よろしくお願いします。胸トレ、はい、初級編ということで、1種目目は何でしょうか？今日はベンチプレスになります。やっぱりあの胸トレではベンチプレス、はい、筋肥大に効果的なベンチプレスのやり方を早速ご紹介してもらいましょう。お願いします。お願いします。まず、ベンチに寝てもらって、足はどの高さでも構いません、目線の真上にバーが来たら、拳、握り拳はだいたい人差し指か、すいません、ちょっと間違えたわ。え人差し指じゃなかった薬指、はい、大丈夫です。大丈夫です。薬指、中指を目安に持っていただいて、はい、手首が、はい、折れないようにしっかり立てます。そこからバーを持ち上げて、軽く肘を曲げたら肩甲骨をしっかり寄せて、で鎖骨とトップの真ん中にバーを持ってきます。そこから伸ばしきる手前、7割8割ぐらいのところで止めたら、バーを下ろして上げます。この時に伸ばしきってしまうと力が抜けてしまうので、止めたらそのままトップと鎖骨の間に下ろして繰り返します。こういう感じでやっていただくと、はい、普段アーさんどれぐらいの重さでやってるんですか？だいたい60キロか70キロぐらいですね。じゃあ今日は60キロで、はい、回数はだいたい何回ぐらいですか？基本ギリギリまで追い込むんですけど、目安としては10回から15回、はい、まあ、10回から15回で、まあ、いけるところまで最終的にやると、はい、やる感じです。ではそれをまずちょっと1回、ね、やってもらいましょう、これが1種目目、はい、2種目目はどういう種目になりますか？2種目目は、インクラインダベ、ベンチプレスです。インクラインベンチプレス、はい、ちょっと、まあ、ベンチプレスの、まあ、兄弟みたいな。そうですね、胸の上の方になります。胸の上の方の種目ですね、はい、でまたこれも早速やっていきましょう。じゃあ早速やり方の方説明お願いします。寝た状態から、ライン、また中指か薬指に当てて手首を立てます。そこから、肩甲骨軽く寄せたらバーを持ち上げて、今度は、鎖骨の方ですねにバーを持ってきます。
この時もしっかりとバーを外に引くイメージで鎖骨に当てたら、バーをなるべく目線の方に、真上に上げようとすると前に出てしまうので、ちょっと目線の方に上げるイメージで胸の上に上げていきます。はい、こういう感じで、はい、いつもはどれぐらいの重さでやってるんですか？だいたいそうですね、ベンチより少し軽めですね。だいたい50キロか60キロぐらい。50から60キロぐらい、はい、まあ、回数はまあベンチと同じく、まあ、10回を目安にまあいけるところまでやっていくと、はい、じゃあちょっと1回やってみてもらっていいですか？はい、お願いします。お願いします。来ましたね。おー、いいですね。これはもう胸の上の方ですね。胸の上ですね。胸の上の方がある方がやっぱ形がすごく、まあ、よく見えますかね。よく見えますね。まあ、ベンチプレスと、まあ、インクラインベンチプレス、はい、それぞれ何セットずつぐらい？1種目大体3から4。ある程度ちゃんと乗せたらそのぐらいでもう上がらなくなってくるはずなんで、毎回1種目3から4セットを行ってます。週に何回ぐらいとかってあるんですか？1週間に、まあ、2回ぐらいはやれたらいいのかなと。そうですね、まずはもう1週間に2回を目標にやっていくと、はい、淡田さんみたいな素敵な胸板になれると、はい、いうことですね、はい、まず初級編、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思った皆さんはぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また高評価もお願いします、ね、この動画を見て賢く効率よく最短コースで体を変えていきましょう。